えー、なるほどもういいからこの2週間何をしてたか早く言ってくれああなるほどなああじゃあぼちぼち話していきますかこの2週間俺が何をしていたのか <laughs> うんいやアニメ見てただけやけど <laughs> あと、友達とちょっと名古屋に、まあ、プチ旅行みたいなのを行ってましたね。うんで。ほんまそんぐらい。ほんまにそれ以上でも以下でもないというか。あがなんか写真とか別にそんな撮ってないっすからね。 ちょっとじゃあおもろそうなまっすっインスタとかに負けちゃってるからな。 あ,あ、C シャバー行って、え、それ誰か言ってたの ?C シャバー行ったって。ツイッチで原神やってほしいです。まあちょっと、減、減震んな早く2週間い,しか <laughs> いやでももうそれぐらいよ。別に、何の変わりもない。別に動画上げしたし。クラブ、あ,あ、クラブ <laughs>、 誰やそれクラブ行ったって話なのそれ言っていいのいや、クラブ、なんか名古屋でクラブみたいなの行ったんですよ。でもクラブのイメージって、なんかこう女の子ナンパする場所なんかと思ったら、ただなんか爆音で変ななんか洋楽みたいな流れてて、それを聞きながらお酒飲むだけの場所だった。まあ、ちょっと雰囲気はもうこうムーディーというか、こうちょっちを暗い感じで大人な、アダルトな感じやったんやけど、なんか別に全然健全な空間やったし、ただ入る時になんか、 年齢確認みたいなのされて、で、俺、その時、身分証何も持ってなかったから、次加気をつけてって言われて、あと、クロックスで行ったらクロックスで行ったらクロックスダメって言われて、ちょっとそこのコンビニで靴買うてきなさいみたいな感じで言ってくるんだけど、コンビニで靴なんか売ってんのと思ったら、ほんまに売っとって。で、2500のスニーカー買うて、で、クラブ入って、なんか、高一室、高一室ってかなんかロッカーみたいなところに、 って吐き替えて、クロックス置いとったら、そのクロックス盗まれたわ <laughs>。治安悪と思ったあそこやっぱお酒飲めなきゃ、あれやな。まあ、友達とかと行く分におもろいやろうけど、まあ、基本的に何でもやっぱお酒飲めなきゃ、マックスで楽しめないんやなって思った。うーん。 お酒飲めなきゃあかんよな、ほんまに。そんなお酒飲めない男が、こう名古屋でね、何を楽しんだかというとね、こういう。<laughs> ちょっとこう、挑戦してみました、C 社に。こう鼻からね、こう。 吸ったんですわ。水タバコですわ、なんか、いわゆるな。こう、な、な,なんていうの、こう、変なよ、容器、でっかい容器に、ドライアイスみたいな、ドライアイスみたいなのと、こう、香りのするフレーバーと、多分それをこう、火かなんかでこう、焚き付けて、吸うんすよ。で、煙バーっと吐くみたいな。で、それやろうとするとね。 <laughs> こんなちょむせちゃったっていう <laughs> でこの瞬間をこう友達が撮ってくれてたんで <laughs> なんか顎かあごもなんか首首とこう顔が直結してないこれ。 ねア飛ばしてるやんっていういやこれ見切れてこ,これこれが限界うんいやめっちゃむせたわいや,いや違うんすよでもちゃんとねうまく C 社据えた動画もあるんすよハハハハもうがっつり顔出してんねんけど がっつり顔をつってるんですけどこちらもう朝の5時とかでちょっともうクソ眠い時なんで許してくださいもう顔がなんか痩せてますけどこれ普通に口から吸ってみたんですねこれ <laughs> いやこれほんまにね線ねん で、ちょっとこう、骨掴つかんで、煙吐けるようになったっていう。ほら、すごくないこれ。うまいっしょ、これ。ねその次の日ぐらいになんか大須商店街みたいなところを練り歩いてたまたま見かけたなんかこの、 ようからん、この、アイドルかなんかの、この、記念写真するやつで、ちょっと撮ってみたりして <laughs>。ね、これ、これは、なんすか、これ、の、の坂、これ。乃木坂っていうの。乃木坂の1位になって、ま、なってみたりしました。自然体でいいね。自然体でいいでしょ。違和感ないやろ。 こう,いうやつ追っても多分俺が一番かわいいやんどう考えてもあご当地のアイドルさんなんだ、はあねじゃあ俺がこのご当地アイドルのセンター次が務めるわ まあ、終わりですね。<laughs> 終わりです。あ、じゃあ俺、味食いに行ったらなんかもう死ぬほど混んでて諦めた。なんか、行列やばかったよ、センの。こう、なんていうのかな。半周ぐらいしてた。 店の周り。店の周り半周するぐらい列できておって、さすがにちょっと、これ待つのきついなっ、つって。ま、あ回転率はいいんやろうけど。うん。レゴランドや、行ってないな。あとなんかジブリランドみたいな。ジブリパークか。もうなんか、あれもなんか予約してない入れないみたいで。うーん。